おはようございます。給金委員会文化財保護課の斉藤です。トップバッターです。よろしくお願いいたします。私の方からは、ですね、11月4日に開催されます子ども伝統芸能発表大会についてご紹介させていただきまして、事前の周知と当日の取材についてお願い申し上げる次第でございます。 第4回となります横手市ども伝統芸能発表大会ですが、11月4日月曜日祝日に、横手市民会館を会場に、まあ、13時から開園ということで予定をしております。出演団体につきましては、えー 県の指定を受けております、や沢わ姉妹保存会をはじめ、えー、全部で6団体ということでございます。で、えー、これにつきましては、横手を学ぶ共同学の授業の一環ということで、えー、子どもたちが関わる民族芸能団体の、えー、まあ、 披露の場をまず設けるということと、まあ、子どもたちが、えーまあ、芸能の演目とかの趣は違っても、同じような年頃の人たちが、えーまあ他でも頑張ってるんだなというようなところを、まあ、感じ取っていただきたいということ、そして、えー、会場においでいただいたお客様には、えー、こういった民族芸能の、うん、後継の必要性、そして、えー、そういったことにご理解をいただきたいということで、えー、開催をしているものでございます。えー まあ、この中には同じ横手を学ぶ共同学の授業でやっております、えー、金沢掛歌のチャレンジキッズの子どもたちも、まあ、出演をする予定というふうになってございます。5、え、合、ー、からの,、まあ、あの限られた時間の中でありますが、えー、6団体のそれぞれの子どもたち、えー、33名。 ぐらいいるんですが、えーまあ、大人と混ざってです、ねえー、それぞれ習得した芸能を披露いたしますので、えー、ぜひとも、えーまあ、取材方、よろしくお願いを申し上げるものでございます。それから、えー、同じく文化財護課の方から資料提供ということで、えー、11月9日に行われます、えー、金沢町跡の、うん 発掘調査の現地説明会の資料も入れてございますし、もう一つ、11月の16日土曜日、金沢工場館のほで開きます、横手の伝統的な食文化を楽しんで学ぼうということで、発行伝統横手大好きワークショップについてのチラシも入れてございますので、そちらの方も併せまして、事前の周知と統一の取材について、よろしくお願い申し上げる次第です。以上です。